こんにちは、グランピー清水です。ですね、タイトルの通りですね、穴があったら、入れてみたいあれの紹介を今日はしていくんですけど、自転車ってです、実はいろんな穴が開いてます。皆さんご存知ですか？いろんな穴が本当に開いてるんですけど、でその穴をですね、穴のまま放っておくのはちょっともったいないなという、思いもちょっとありまして、でその穴を有効に活用することができると、もっと、楽しくなるというか、使い勝手が良くなったりする、そんなアイテムを今日は紹介をしていきたいと思います。で、その要はですね、仕込み系のアイテムの今日紹介です。で、いろいろメリットはあるんですけど、まずは、こう持ち物が減るという感じですね。で自転車の方につけちゃうので、持っていくものが減るで、身軽になるという、感じになっていきます。で僕がもう最大のメリットはですね、持っていくのを忘れないという感じですね。で、バックパックに入れたりもすると思うんですけど、ちょっと使って出しちゃってそのまま持っていくの忘れちゃったっていうの結構僕もあるんですけど、自転車につけとけば基本的には忘れない、一緒に行くので、忘れないっていうのが最大のメリットかなと思います。はい。で、例えばどんな穴が開いてるのかっていうことなんですけど、例えばハンドルバーありますね。ハンドルバーのこっちに穴が開いてます。で、あとはいろんなとこ開いてるんですけど、ちょっと今ここにちらっと映ってますけど、ここのステムの上にコラムに穴が開いてたり、クランクに穴が開いてたりっていうのがいろいろあります。で、まずいろいろこう仕込めるところがあるんですけど、まずはですね、ハンドル周りに仕込む系の紹介をしていきます。で、今日サンプルで、このハンドル用意したんですけど、モアグランピにあった、中古品、ほぼ未使用なんじゃないかっていうぐらい綺麗なレンサルのハンドルバー、6000円でした。ちょっとびっくりですね。ほぼ未使用品です。ノーカットですね。モアグランピに来たら買えます。で今日はこのハンドルちょっと使って、いきたいと思います。で、まずハンドルに仕込む系なんですけど、まずこれですね。レザインいっぱいあるんです。いっぱいあるのでちょっと順番に説明していきますね。まずはレザインの、これがですね、何だったっけ、ですね、チューブレスインサートキットですね。こんなものです。ものとしてはこんなものになります。これを単純にハンドルに仕込んじゃうという、ここにスポット入れてしまう。よいしょ。なかなかですね、これ実はコツが、さっき何か試したんですけど、ちょっとコツがいりそうです。簡単に取れちゃったらそれはそれで困るので、なかなか入り、オーリングがですねビロンとこうゴってきちゃうので、コツがいるんですが、はい、はまりました。こんな感じで、収まります。でこれはですね、チューブレスの修理キットが入ったものになるんですけどですね、これはい取れました。で中はこんな感じで、これね、いつもこういう系思うんですけど、もうちょっと簡単に出せるものないかなと思うんですけど、チューブレスの修理キットです。パンクした時の修理キットですね。でこれをこっち側に反対側つけて、このジャーキーみたいなやつここに刺してブソッと刺せば OK というやつですね。でこれがチューブレスインサートキット、ハンドルに仕込む系のものですね。でこれが、なんぼだ、税込みで、3476円になります。で、ハンドルバーの内径に合わせて、付属のオーリングで、
調整します。でレンサルの場合は一番細いタイプですね、これがですね 17.9mm から19.1mm まで、対応するオーリングがついてます。であとは 18.5mm から、20mm まで対応するものと、19.1mm から 20.9mm まで対応するこの3種類のオーリングが付属してます。でこれはあの使うハンドルバーに応じて使ってください。で中にはですね今見てもらった通りちょっと入りにくいものもあると思います。そういう場合は、まあ、一番大きさに合ったオーリングをつけてもらってシリコンスプレーとかをつけてもらうと割と、スルッと入るんじゃないかと思います。はい。で、これがチューブレスの修理キットなんですけど同じシリーズでデザインの同じシリーズで今度はツールキットになります。でこれはですね、ツールインサートキットっていうものになりましてサイズが3種類 SML と3種類あります。でこれも、同じようにあの付属にオーリングついていてハンドルの内径に合わせて、交換して使ってください。で一応ですね内容を説明しておきますとこれ S サイズですね。 S サイズは、六角の 4mm、5mm、10mm と、プラスドライバーと、トルクスの T25 がセットになってます。で、ここあとちょっとここ今こいつ曲がら硬いんですけどこれが首振ります。これ首振って、で先端にあのビットが入る穴があるのでここにビット挿して使ってもらうって感じ形になります。はい。で、次が M サイズの内容が、これですね。あこれ値段言っときます最初に、S サイズは税込み4997円です。で M サイズは、六角の3456 10mm ですね。でプラスドライバーと、トルクスの T10 と T25 がついてます。で、ですね。はい。で続きまして L サイズこちらこれ一番大きいやつですね。でこれがですね、六角の2345681 0mm とトルクスの T10T25T30 あとは、プラスドライバーがついてます。まあ、これ持っておけばあらかた、ほとんど自転車の緩みとかの調整はできるんじゃないかなと思います。はい。でこれ、すみません M 言ってなかったですね。 M サイズが5720円で L サイズが、7120円になります。はい。でこれは、まあ、こっちのツールキットとチューブレスの、修理キット合わせて両側挿してあげれば、もう怖いもんなしという感じですね。はい。で続きましてですねいろんなメーカーからいろんなものが出てるんですけど、次はですね、もうケミカルで大人気のマックオフからも実は出てまして、これがですね、マックオフからはチューブレス修理キットですね、ステルスチューブレスパンクチャープラグっていうのが出てます。感じですね。ででーんとこうさあでんこんな感じです。でこれはですね全10色あります。10色あるんですけどあのオンラインストアの方で見てみてください。で、これも同じようにあのこのハンドルバーのエンドにブスッと刺します。でこれはですね、ちょっとこれ多分大きさ合ってないですね。あのここのこれですね、これが実は取れるんですけど取ってベロンって取れます。でここを変えるとあのハンドル内径に応じて、交換でいけるようになってます。でこのサイズが3種類ありますね。こんな感じで3種類あるのでこれを合わせて、使ってください。でこいつはあの刺すだけではなくてですね、こうちょっとこっちでいきましょうか。
で、これこの白いのは多分単なる保護カバーです。これ取ってもらうとベロンと出てくるので、まあ、この状態にしてもらってハンドルバーに挿してこのネジを、締め込んでもらうと中のゴムがギュッと広がってここでロックしてくれると思います。で、使うときは緩めてあげるとスポンと取れる、そういう仕組みになってます。で、これはですね何かというとステルスチューブレスパンクチャープラグっていうだけあってですね、これ パンク修理です。チューブレスのパンク修理キットです。で、これ中身がですね、こっちが、刺すやつですね。ここにジャーキーみたいなの刺して刺すやつですね。で、ジャーキーみたいなこの箱の中入ってるんですけど、この中に入れておけばいいかなという感じですね。で、もう反対側がこっちが実はですねナイフみたいになってます。で、これ何するのかっていうとジャーキーみたいなやつ刺した後にビローンと出てくるやつを切るやつです。で、大体のやつってこういうのついてないので出たままになっちゃうんですけど、他のメーカーのものって、それ邪魔だなっていうのも結構あるんですけど、これはそのまま切っちゃえるのですごく便利かなと思います。で、こいつも両側入れてハンドルの両側に入れてあげれば OK かなという感じですね。で、あとまあこれにしろさっきのデザインのこっちですね、ツールキットにインサートキットにしろ裏技的にですねシマノのクランクとかだったら真ん中に穴が開いてるじゃないですか。あそこに入るかもしれないです。これは工夫が必要と思うんですけどあそこに仕込めなくもないという感じですね。あんまりこう出っ張りすぎるとくるぶしに当たって痛いかもしれないんですけど、その辺を試してみてもいいんじゃないかなと思います。で、こちらがですね全10色あってですね税込み7480円です。あらあら、そうね、あら収まりが悪い、はいです。で、ですねまたもう一個あります。で、こちらはですね、ウルフトゥースですね。いろんなお助けグッズを作ってるウルフトゥースにもこういうキットがあって、で、これはですねこっちがチェーンツールですね。で、中にですねチューブレスの修理キットが入ってます。で、こっちがですね、レンチ類になってます。で、これがですねハンドルに仕込むときに使うんですけど、これを中に入れてハンドルに仕込みます。で、これがですねなかなか面白いのがドロップバーにも使えます。で、僕もロードバイクの方にこれ使ってるんですけど、ちょっと曲がっててもこの先っぽが曲がるようになってるんでちょっと曲がっててもスルッと入っていきます。で、カーボンバーの場合はちょっと狭いものがあったりするんで入りにくいものもあると思うんですけど、アルミバーだったらなんとかいけるんじゃないかなと思います。で、これがですねもうほぼほぼ全部ついててですね、六角の2.5、3.4、5.6、8mm とトルクスの T10、T25、T30 と、スポークレンチとバルブコアリムーバーと、プラスドライバーマイナスドライバー、あとはチェーンツールと、パンク修理キット、ですねがついてます。で、あとはですねチェーンのリンクを仕込むスペースもこのケースの中にありますんでチェーンのリンクも仕込めます。で、これがですね、お値段税込みで、16,280 円になります。まあ、まあまあいいお値段するんですけど大概これでこと足りると思うので持ってるとすごく役に立つかなという感じですね。はい。で、今までもハンドル仕込む系なんですけど全部が全部合うっていうわけでもないので自分の自転車のこのハンドルバーの内径ですね、これを、しっかり調べてから選んでください。で、このハンドルバーの内径って本当にメーカーモデルによって様々なので、自分が使えるのかどうかっていうのをしっかり把握してから、
選んでもらったらいいのかなと思います。であとこのハンドル板仕込む系の場合はこのハンドルグリップの外側が開いてるやつじゃないと使えません。最近マウンテンバイク系でよくあるのがですね、例えばこの AMS のグリップですけどこう内側ロックリングついてて外側が閉じてるやつ、こういうの結構最近多いと思います。でこういうやつでは使えません。で、例えばこのオーディオのバンズのグリップみたいに両側に手で止めるロックオンタイプとかあとはこのウルフトゥースとか ESI とかにあるこうスポンジ系シリコン系のグリップですね。であとは BMX とかによくある、昔ながらのオーソドックスなグリップこの辺だと使えます。なので、このハンドル板仕込む系を選ぶ場合はグリップも、注意して選んでいただければなと思います。はい、ではですね次がですね、ステムに仕込む系ですね。実は僕のどっちかというと僕が大本命なんですけど、こちらです。グラナイトデザインのなんだっけスタッシュマルチツールですね。これ意外とお手頃で5900円です。で、ですねこれ実際ついてるのがあるのでそれをちょっと見ていただいてもいいですかね。こちら来れますか。はい、こちらです。もうパッと見普通のマウンテンバイクのステム周りなんですけど、ここに入ってます。でこれをですねずるっと出すとこんな風にツールが収まってます。はい、でこれはですね、こんな風によいしょこれが、バルブコアリムーバーでスポークレンチが4種類4サイズついてます。でこっちですね2mm これ何ミリだったかな、2ミリと234んちょっと待ってごめんなさい2.53456mm の、六角レンチですねと、T25 のトルクスレンチとマイナスドライバーが、仕込まれてます。でこれはですね あんまり力も入らないので例えばこうのマウンテンバイク乗っててマウンテンバイクはこける乗り物なんでこけるとですねハンドルバーがぐりっとねじれたりこのブレーキバーがよあさっての方向向いたりするんですけどそういう時に使えるやつですね。もうとりあえずこうキュッと直してキュッと戻すっていう使い方がやりやすいやつですね。なのでもう本当非常用なので、そういう使い方ができればいいかなという感じですね。であんまり力入れれないので完全に固定するみたいなのはちょっと難しいかもしれないです。本当に非常用と思っていただければいいかなと。で結構このステムの空間って、仕込めるのですごくこれはいいかなと思います。一つ工具が持っていく工具が減るのですごくお手頃かなお手軽かなと思います。でこちらがですね、タイプが3つあります。でですねこのヘッドチューブが、何種類かあるんですけどオーバーサイズですね、昔ながらのオーバーサイズのタイプとこういったマウンテンバイクみたいに、テーパードのタイプですね 1.5 とかの規格のものとあとはですねロードバイクとか、でカーボンフォークの場合それはですねプレッシャーアンカータイプっていうのがあります。でこういうやつは下から上下で挟み込みます。で、
やっていきます。あ、で1個ちょっと持ってくるの忘れました。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。これを取り付ける時の注意なんですけど、マウンテンバイクに限らずこの自転車のフロントフォークっていうのはですね、中見てもらうと、ここにスターファングルナットっていうのを打ち込んでることがほとんどです。で、これ使わない場合は上下で挟むタイプのものを使うんですけど、これがもう打ち込んである場合、今乗ってる自転車でこれをつけようと思った時に、これが打ち込んである場合はこれを除去しないといけないので、除去は割と大変かもしれないです。でよくやるのはドリルで、穴をこの真ん中のところを打ち抜くというか、ドリルで穴を開けてやって、強引に取ってしまうというやり方をよくやります。でこれを取らないとできないので、どうにか頑張って取ってみてください。ドリルで打ち抜くというのが一番簡単だと思います。でカーボンバイクとかカーボンフォークのものはですね、これがなくてプレッシャーアンカーっていうのを使うので、そのプレッシャーアンカータイプのものを選ぶといいんじゃないかなと思います。でこれが5900円ですねになります。はい。で仕込み工具こんな感じでいろいろとあるので、こう荷物を減らしたいとか忘れ物を減らしたいという人にはすごくいいんじゃないかなと思います。であとおまけでですね、仕込み工具つながりですね、最近面白いものが入荷してますので、こちらも紹介します。これデザインのですね CNC チューブレスドライブっていうハンドポンプなんですけど、これがですね、実はこのポンプの中にですね CO2 のインフレーターが仕込んであるという、なかなか面白い、チューブレスドライブっていうだけあってですね、チューブレスに使いやすいやつになります。でちょっともうこのまま開けちゃいますけど、ここのハンドル部分ですね、これハンドルなんですけど、これを取っちゃうと、よいしょ、でーんとこうチューブレスのインフレーターとチューブレスの修理キットが仕込まれてます。なので、お手先でもしチューブレスパンクしちゃってどうしようときも、インフレーターがあると一瞬で上げれるので、スピードを上げれるのですごく助かると思います。でこれがですね、しかも面白いのがですね、このちょっと待ってください。おや、よいしょ、よいしょ。はい。でこっち側、この口側ですね。これも実はですね、口がバルブコアを外した状態で取り付けれる。アダプターがついているので、少ないストロークでいっぺんに大容量の空気を送り込めてビードを上げやすいという機構になっているので、チューブレスユーザーの方はすごく助かるんじゃないかなと思います。で、まあ、こんなちっちゃいの、すごくちっちゃいので、さすがに何ていうんですか、自転車に取り付けておくっていう感じではないんですけど、バックパックに入れていたりステンバックに入れてたり、そういうこともできると思うので、こうチューブレスユーザーの方はいいんじゃないかなと思います。でちょっと難点としては、若干こうずっしり、見た目よりずっしりきます。バックパックとかに入れとけばそんなに気になるほどではないと思います。はい。では今日はそんな仕込み工具系の、アイテムの紹介でした。ありがとうございます。